次スポーツといえばですよ。はい、僕サーフィンをやりたいな。サーフィン、うん、海の近くにいるからね。サメに食われるよ。なんで？なんで？サーフィン。ああ、もうサーフィンしたらサメに食われるのが上等、上等手段というか。ああ、どういうことやね。アートはならないですけど。うん。サメ怖いよ。サメ、なんでサメ怖いってイメージがあるんだろうね。上手とかなんか。だってさ、サメって基本さ、うん、人間を襲わないよ。まあ、勘違いしたサーファーを襲うけどでしょ。うん。アザラシと勘違いするんですよ、まあ、そうそんなに、だって基本人間に近づかないでしょ、サメは。いや、わかんないよ。俺サメ学者じゃないから。いや、そら俺もわかんないよ。そら、そうよ。どっちかというと、そのサメとかよりウミヘビとかの方が危ないんじゃない？ウミヘビそんな浅瀬にいる？いや、まあ、いないだろうけど。サーフィンする場所には確かに、まあ、そんなにいないと思うんですけど。サーフィンやる上で一番危険なのクラゲだと思う。あー、クラゲね。クラゲダメだよ。クラゲー、まあ、そう。あ、やっべ。間違えて全部クリアしてないのに次行っちゃった。そう、わかる。いいな。あー、比べるといえばビカラの水着欲しかったな。買いたかったな。昨日までですね。しまった、買い損ねた。ガバ。最近グラブルやってなかったからね。僕はグラブルのために生きてる。課金したい。すごいな。でも課金できない。悲しい。でも今石溜まりやすい。そうですね。今無料10連も来てるし、溶かしたよ。さすがに水着アニラが欲しかった。あー、俺も欲しかった。俺も出なかった。めっちゃいた。俺も出なかった。マジで出なかった。ハーマー出て終わったね。でも水着浴衣のロザミア出て、あー、はいはい、まあまあいいかみたいな感じで使ってたんだけど、うん、使ってみたら案外強くて、あー、あのね、大きい2回発動ってのがね、えらい。そうね。あれめちゃくちゃ偉かった。大きい回転率高いもんね、クリアするからね。で、あれのおかげでエクストリームプラスのセレストマグナを、ワンパン1ターンで殺せるようになって、本当に嬉しかったの。そこね。そう、他のマグナはもうみんな1ターンで殺せたんだけど、セレマグだけどうしても2ターンかかってて、セレマグとシバはちょっとめんどくさいけどね。シバじゃない、シバリア。あ、シバリア、シバリア、シバマグはね、あいつはイリアスマージ、うん、イージスマージ、どうしたっけ、イージスマージ、あれが面倒なだけだからちょっとめんどくさい。めんどくさい、なんかいる。いるね。めんどくさいだけであれはなんとかなる。セレストは体力が多い。セレストは確かに。グラブルの水着アニラか、悲しいよ。グラブルの話はいいんだよ、サーフィンの話は。あ、サーフィンの話。でもルシフィルがルシフィルじゃなくて、誰かサンダルフォンじゃなくて、アルベール、アルベールじゃない、ルシフィル、ルシフィルだっけ。ルシオ、ルシオ、ルシオの水着がさ、うん、あ、持ってるね。めっちゃサーファーな。そう、俺あの衣装が好きなの。あの常夏っぽい衣装、なんかもう満喫してるよね。うん、ルシオだからね。ああ、てかなかなかさ、ワイハーのシャツ、アロハシャツ、あーもさ、我々着れんくね、着れんくねっつって俺持ってるけど、まあ俺は無理かな。うん、なんだろう、色白だから日本人ってアロハシャツ似合わない気がする。多分体格の問題じゃないですかね。あー、体格か。何、落ちる方が似合うじゃない。ああ、そう。
確かに二次元だと裸にアロハシャツって、ね、うん、絶対近く見たい。知らんよ。あります。絶対近くするよ。それは知らんよ。アロハシャツ。確かに。でも俺さ、最近コナン見てる。ああ。毛利のおっちゃんがさ、アロハシャツさ着てるんだけどさ、そんな似合ってない。うん、あの人太くはないからでしょ。そうか。めぐれ警備にアロハシャツ着せたら似合いそうじゃん。まあそれを言うのは若狭博士もそうなんでしょう。うん、あと元太も似合いそうだ。元太は似合うわ。元太だって色黒も入ってるし。元太さ、そう、俺前自分の動画で上げたりしたんだけどさ、元太のさ初期の方の元太、首ない。ピカチュウじゃん。マジで首ない。あのさ、少年探偵団がね、海に行くエピソードがある。ゲンタはさ、まあ、当然上半身裸じゃん。あのゲンタの鎖骨がさ、首に来ててさ、あ、首じゃない、顎に来ててさ、首ないの、マジで埋まってんの。そう、埋まってんの。あいつ顎が鎖骨に埋まってんのよ。最初期のピカチュウじゃん。そうそうそう、いやでも そういう感じよ。どういう体の構造してんのって。昔ジャンプでさ、頭と胴体で2人で1人みたいな。何それ、グレンラガン。グレン、まあグレンラガンでいいや。そんな、なんか漫画があったんだよ。頭と胴体、頭と胴体で別人のね、漫画があったんだよ。うーん、そんな感じって言おうと思ったけど、グレンラガンの方が早い。俺はそれが、その漫画が気になってしょうがねえよ。え、何それ。それ有名なやつ。それが主人公。あ、主人公、主人公。何それ、なんだっけな。地獄の三沢しかったっけ。なんだそれ。帰ってくれ。ゲンタ字幕つけたら面白い。よかったね。面白い。これ話題になる。